ね私暗黒放送ですね眠れないラビリンスことですね、えー、本日3回目のポワトリン横山ですよろしくお願いしますいやしょうがないよ寝れないんだからうん ネタ切れや、配信やらんと最近なんかね、病気になっちゃった。うん。配信しないとなんかいけないっていう病気になっちゃって、配信中毒にまたなっちゃった。もう一番良くないんだけど、とにかく配信していないと、自分が保てないっていうですね、悪い病気になっちゃった。どうしよう。うん。今日自分のタイムシフト見てたもん。ずーっと今日自分のタイムシフトを見てて、商店街の夕方で歩いてるやつとか、カラオケとか。 ずっとさっきまで自分のタイムシフトを見返してました。うん。で、ようやくこの時間になってどうしようかなと思って。無職への不安、正解無職への不安です。うん。いや、ひどいよ。自分で笑ってた。自分で自分の配信見ながら笑いながらご飯食ってた、はい。もう寝れないにです。だから今日寝れないね。あの平日だけど、ね、寝れない人たちと一緒に、今起きてる人たちとさ、一緒にいようかなと思って。 早く今度嫌です、うん。お粗末よかった、それ悪口。お粗末、お粗末温度でよいよいがでよいって部分はさすがに飛ばした。歌ってる姿見て恥ずかしかったから、うん。びっくりつまらんかったね。歌ってるシーンでう薄ら寒かったな。俺が一生懸命真面目に歌ってる、なんかコメント見てちょっと聞いちゃったもん。うん、なんか嫌。もう俺カラオケ向いてないかもしれない。笑えるポイントあったよ。何個かあった。それを見てた、自分で見てた、うん。ママは笑ってくれたけどリスナーが笑ってなかったら意味ないじゃん。 うん。仕方ない。秀樹がお粗末音で褒めて、本当ありがとうございます、秀樹。明日駐車場契約しに行ってくるわ。うん。やめて、ふむとか。えー、野田がみどりさんは牛角の件で逮捕されるって言ってたよ。されるわけねえじゃん。牛角の件はもう、話したけど、夕方の枠でもう一回見てほしいけど、深夜長が今捕まってる。深夜長がおそらく捕まって罰金刑となる予定です。ただ、執行猶予中だ,中だったら、あいつは懲役にぶち込まれます。そんだけ。うん、そんだけです。 ああ、だからちょっと寝れない人たちだけでいい。今日ちょっとあんまりね、見る放送なくて、どうせ君らはね、あのね、うなーちゃんの ASMR 放送でも見てんでしょねえ、チュパチュパ言いながらさ、なあ。運営誰だよ、ASMR 教えたやつ。普通にね、あの、俺はん言いたくないけど、もう人の配信のことについてとやかく言う気はないけど、あのー、普通でいいんだよ、君の場合は。 な、普通なのが受けてたんだからもう普通にしとけばいいの。わざわざ ASMR なんてやらんでいってば、エロ方向に行くな。あっち行くともう帰ってこれんくなるぞ。なあ。誰だよ、勧めたやつ。こっちの方面やれば稼げるって嘘ついてさ、進めてるやつ、運営で。なあ、たわけか、マジで、本当にさ。なあ。うん、日南ルートに行ってほしくないんですよ、ソイレで。まあね、残念だけどね。そうしたらさ、 また俺から逃げたさ、あのじ,じいさんいたじゃん、ごっぱちじじいが。こんなに一人で俺変身してないけど、こうやってさ、なんか、あの、送ってきてんだよ、こいつ。なあ、読み上げようかあの、なんかすーごい送ってくるのこれ。うん、やばくないこの人。規則四原則。小舟ママ、兄ちゃん、うな、ココ、きなこ丸、マリカ。名前を出さない。放送を荒らさない。 旅部などに誘わない。本人格好、本人希望がある場合、審議、誰が審議するんじゃ。ね、チャンネル会員に入ること。小舟ママの配信で、俺のことを言っていた。優しく、ママ、男と体まい絡まないでよと言ってきたと忠告を受けた。X でお前の名前が出ている。回し者が確実にいる。子宮撤退でさせること、妙だ。なんだこいつ。ね何妙だって。 よくわかんねえんだよ。これずっと送ってくんの、俺んところに。うん。な、何を言ってんかわかんないですよ、このおじいさん。ぶっ、あのね、駆け振っていうじ,じいさん。いつまでさ、お前はない、い先にとくわ。お前は現地に来ずに逃げたんだから、もうその時代で終わってんの。な、打席に立つまでポン吉と一緒。打席に立つまでお前は逃げちゃったんだから、もういいの。で、うん。けたってしょうがねえじゃん。だってもう逃げ、に逃,逃げた人にと、俺がなんで会話しなきゃいけないの って逃げちゃったんだから。いや、いや来たって,って別にいいじゃん、もう。名前出すと調子に乗るからさ、<laughs> そのじじいは。ほ、ま、か、あ、っとこっとうぜ。な、ほんとにさ、何が寝言こといいよ、もういいよ、もうふかふかじじいがよ、うん。いや、面白くねえよ。だって、根かったんだから、俺にくらガーが行ってきてこようが、お前、現地に根かったのか、その時点でもう会話の成立しねえんだからさ。うん。あーあああ、えーテ転士さんとは別人ですね。なんかさ、俺さ、 まあ名前出して今ちょっと名前出ちゃったから言うけど「地ー天使さんって人との距離の取り方わかんないのかなって思うところがあってよくさ配信者にリアツするじいさんがいるのね「地ー天使っていう名前のツイッターとかよく配信者もやってるのかなそのじいさんさなんか好きなんけど配信でこうやって自分を撮るのはいいんだけど女の子のそばにおってこうやって肩をさこうやって組むのって何あれね女の子が嫌がってるとかわかんないのかなと思ってさ普通嫌がるじゃん。 普通、あ、この子と、こんね、初対面の女の子と、こんぐらいの距離取っちゃいけないってわ、分かるのに、わざわざ肩組む必要ってどこにあるんだろうなと思ってさ、あれわざとやってるのか、それとも天然でやってるのかわからんけど、どっちに転んでも、やばいよ。普通に。ね普通にやばいってこと気づきな、距離感つかめないじいさんって。なこの放送見てるかわからんけど、うん。 ユキちゃんはガチやがってた。まあ嫌がるでしょ、普通に。だって58のじいさんが急に肩組むんだぜ。怖いに決まってんじゃん。なあ。肩組んでさ、二の腕の感触がおっぱいの感触と一緒っていうことを確かめてたらどうすんの怖いじゃん、そんなもん。俺でもやんねよ、そんなこと。なあ。うん。何証券の配信で。ちょっとごめん、もう一回書いて。証券が俺犯人じゃないと思ってる証券でが、ね、うんたって書いて読めません。うん、まあいいや。あまあ、仕方ないお,おじいちゃんになるとね、だん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 と、 その、ね、そういう感覚もわかんなくなるし。うん。なぁ、そう、老人になれば偉くなると思うけど、俺もね、嫌なじじいになると思うよ、きっと。おそらくだけど、このね、横山も今はね、若きね、あのー、ね、青年だけど、もうちょいしたら年取るじゃん。おそらくね、わがままで嫌なやつになるだろうなと予測するわ。うん。なんかさ、未来な、失って。 なんか若い人たちにとにかく怒るやつねとにかく若者が楽しんだりキャッ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 言ってったり漫才とかはお笑いやってると「こいつらつまんねえんだよな」とか言ってさ悪口言うやつ誹謗中傷してそうなったら終わりだよだ、うん、犯人は証券隠れいやそれは信じようにしてないそれは悪いけど俺,俺の中では彼が裏切るっていう感覚はないから犯人が証券なんてことは俺全く思ってないよさすがにそれやったらもう俺人間不信どころか怒り来ると思うよ 普通にうん。はい。少年うやってないやったやんの、そんな嘘信用したくないわ。いや、うん。黒人にあなってあ、見たよ、なんかリスナーが送ってきたわ。なんかさ、今日深夜長がやった迷惑行為の中で、なんか顔を黒塗りして黒人にな,りなるとか言って、フェスに参加するっていうさ、 あのー、ことやってたらしいのに深夜とかも捕まったんだけど、あと俺さ、ツイッターで、あの長文、長文投稿しようと思ったけど、やめました、途中で。あなんか、こんだけ長文投稿しようと思ったけど、途中でなんか気づいて、俺、何を頭おかしくなったと思ってやめた。あだから、これ、キャンセルしておきます。はいうん、これ、ちょっと長文、土地狂って投稿する直前だったからキャン、キャンセルしておきます。 いや、読まない読まない。なんかね、誹謗中傷について、俺思、思うことがすごくあって、えっ、ー、と、それでやめた。はい、うん、えー。あと、いろんなクレーム、今日、ちょっといろんなクレームが来ました。ちょっと DM なんだけど、まあ、あの、もうに、あの緑、今回、ポンキについて、もう、もうあのようなクソ配信で出し惜しくないって、これ。すんごいね、みんなが怒っててさ、今日の夕方の枠なんだけど、みんながすごい怒ってた。今日の夕方の枠見てほしいんだけど、 緑今回はポンキーについて連絡するもうあのようなクソを配信で出してほしくない単純につまらないしあいつのわがままにはもう耐えられない沼ップについてあいつの居場所を与える必要はもうないこちらはこれまでも緑のおかげで川一枚につながってた状態だったのが今回の大阪パチスロでもうクビで確定でいい二軍とかそういう優しさはいらない十分チャンスを与えたかっこ与えすぎたが結果は変わらない マップはそろそろ別の人間を入れた方が今後のためになるあいつはわがままを言っても許されると自分が思ってるから甘えている暗黒リスナーはポンキの復活は断固として認めないって言ってね怒ってますはいうんあと深夜ちょっとくんと金ンバが黒人フェスに行った時のスタイルがこれでした、はい、リスナーが送ってきましたあいつらさあもうさあ あのこんなことあいつらなんでわざわざ顔面黒塗りしてさ黒人フェスに参加したんだろうなこれこれが新ちょくんと、えー、金梅くんがねあの黒人フェスに参加するとか言って顔ぬ黒塗りにして参加した時の写真だそうです、はい、もちろん大炎上しました、ね、もちろん大炎上してあのー、大変なことになったそうですかっこいいわけねえだろ 黒、ね、人差別は良くないよ。もういつまでさ黒人差別するんだろうなマジでま本当は黒人という言い方もよくないんですよだってさ前俺がさまあ、サモティと一緒にカラオケとかやってたじゃんちょっと呼ばれたからサモティの企画に1回,で1回出てくれたから逆に言ってあげたんだ言ったんだけどその時もさこれにはサモティもさに苦笑いとかさもうひどいんだとにかくもう もう読めたもんじゃないよ。もうサモティがさ、さすがに固まってたよ。お前言っとくけど、17歳高校生だぞ。おい。高校生に対してああいうコメント書くなよ、マジでさ。なあさすがに俺途中で帰ったけど、そういうなんかひどいうさ、その、判別のわわない話が何これにはサモティも苦笑わないとかさ、そういうなんかブラックジョークところもうさ、それ飛び越えたところ行かないでよそういうのはさ。サモティも消えた。サモティは大学に行くって言って、そのまま配信から去ったね。 なんか俺が絡む配信じゃん。どん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 消えるんだよ。コラボしたりすると。うん。はい、そんな感じ。あ、もう動画行くいいよ。そんい動画の撮時に俺、ね、寝ながらも見るからね。悪いけど、寝ながら見るし、この動画枠ももしかしたら消えちゃうかもしれませんから。はい、うちの放送はちなみに、あの、レントが自由です。レントが自由です。レント以外は自由で書いてください。はい。じゃあ、ちょっとね、行きたいと思います。優位が限定だね。あとテレビの番組はもう一切使いません。 結が限定でテレビ番組に関しては、えっ、ー、と、ちょっとですね、えっ、ー、と、もう、バンかされるんで、それは出しませんので、先に特に、ね、ニュース番組とか。もう今、非常に厳しいんで、ニコニコ運営さんが。うん、だから結が関連の動画をちょっとっコ、コピーして貼ります。じゃあ、まずで。映像流れてる時きは URL ちょっと押さえてくれば、もしくはね、コメント消す表示で、皆さん見てください。